柵の向こうのカエルちゃんが欲しいよって。カエルちゃん、お願いだから私の元にやってきて。どうしてカエルはこないし取れないのかな。カエルが欲しいぴょん。これちなみにポポじゃございません。ポットです。そう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 、そっから出ればいいんだよポット。よく考えてごらん。諦めましたカエルは。じゃあニョニョが取ってあげるぴょん。取れないね。ニョニョ。そして吠えるおバカなニョニョ。ニョニョ。ニョニョはだってさっきまでここにいたの。まっすぐ直線で行けばニョニョ取れるの。何もわざわざハウスに入る必要ある？ママが取ってあげると思ったんだもん。でもニョニョよく考えてそれ。ニョニョ面白すぎ。しょうがないわね。ポポが取った。それポットがママ気がつかないで。柵のここにカエルがあるぴょん。あれ取られたぴょん。なんだか不思議な親子。なんであんたそれ取れるの。それニョニョが欲しかったぴょん。私が取ろうと思ったのよ。あなたたちちょっとおつむが面白いよ。そうだよね。なんでフェンスのさ外にあるの、これフリーになってるのにわざわざフェンスに入って取りに行くの。恥ずかしいからニョニョプロレスごっこするぴょん。ポーポも混ぜてもらおうかな。まあ2泊3日とは言わずに1週間ほど滞在してるポットちゃんでした。面白いね、毎日毎晩本当に。すっかり子供の頃のように3人で遊んでおります。ポちゃん幸せだね、お母さんと兄弟と一緒に生活できてね。楽しいぴょん。実況今日の一コマでした。じゃんじゃん。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。